しい。近かった。なんか結構ステージが高かった感じがする。ハートありがとうございます。寝てた？寝てないよ全然。起きてたよ。あのあれ食べたんですよね、公演終わった後に。あのケータリングでなんだっけ、五島うどん食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。会話したら怒る？何？会話しよう。いいよ。何する？何する？なんだい。うちのお父さんがコメントしてくれてる。うん、ヤッホー。ちょっと、いい？うん？何が？マイキー好きだから。私のこと好きな。うん。ちょっと一言。一言？うん。ヤッホー。めっちゃ塩。ヤッホー。ヤッホーだって。お父さん、なんかおきちゃん、おきちゃんがなんかお父さんとご飯行くの気まずいから、まいちゃんもまいちゃんも一緒に行こうって誘ってくるんですけど、あのどうにかしてください。違う違う、今は気まずくないの。今は気まずくないけど、じゃあ私がおったら気まず、もっと気まずいじゃろって言って絶対に断っとるけど。お父さんが、あ、ヤッホーだって。お父さんが、あ、ヤッホー、ヤッホーって言って、ヤッホーって言ってるよ。あ、ヤッホー、なんやそりゃ。え、LINE 持ってる？持ってないよ。あ、まいちゃんすぐ LINE やめるから。私のね、ひどい。まいちゃんとお父さんの LINE マジで何もなさすぎてじわじわする。うん、私が送って送ってって言って送らすんですよ、まいちゃんに。うん、私基本 LINE あんましないからね。そしたら中村まいです、なんだっけ、キャッチフレーズしたんか。うん、あとさ、私さ、あのめっちゃ LINE 消しちゃうんですよ。多分こういう人いると思うんだけど、世の中に一定数すごい LINE 消しちゃうの。だからさ、友達が本当に少なくなっちゃって、本当にこうマネージャーさんとメンバーぐらいしか本当にいなくなっちゃって、もう本当に友達が本当にもう本当にないのよ。電話番号登録しとく？うん、電話番号？オキポと同じ。でも私最近あんま消してないかも。うちの姉もよく消すって。みんな消すんやね。なんで消す？え、なんでなんだろう。なんかもうこれは一種のなんか症候群っていうか、 LINE 消したい症候群みたいなのが来るんよね。あ、ダメだ、今消そう。でも聞いてください、なんかおきちゃんも消しよったよね一時期。え、私一時期あの C メールでしか連絡取れん時期あったよ。そうよ、なんか気づいたらおきちゃんがさ、おきが退出しましたみたいなの出とって。でも、ね、最近はもうLINE の友達ががっちり固定の人数なんや。うん、でメンバー以外の友達の数が2人しかおらんくて、うん、なんかその2人を失ったら私から友達が消えるんよね。うん、やけん、なんかその2人を失わんようにあの LINE をあの消さんくなりました。悲しい理由。学生時代の時に。ありがとうございます。もしこの世界から友達が消えたら、なんだろうな、なんか特に理由とかないよね。なんか心がさ、人間関係リセット症候群、心がもうダメだみたいになって、したき、でも最近消してないよ全然。一個も消してないじゃろ。消してない。じゃ一時期3回ぐらい、2、3回ぐらいちょっと消しちゃった時あったけど。スタンプ消えるのしんどくない？しんどい。まいちゃんめっちゃスタンプしかも買うタイプっていうか。そう、有料スタンプね。でもそんなあのめっちゃ買っとるわけじゃないけど。深い歌になってしまった。そう、引き継げないんですよ
引き継いだらアカウント復活する、心が真っ黒ですって言われた。ちょっと闇に葬られてる今。暗い闇球何なんで笑ったの。もうね、なんやろうな、なんかね、心がもうダメやわ。闇モード。いや、ダメなんよね、なんか。どうしたんだい、どうしたんだい、ベイビー。見て、おきちゃん。私コンタクトしてないけど、まいちゃんの顔見えんけど。でも見よるよ。でもね、目悪すぎてね、壁とね、カーテンと同色か。私これ、今一体感したわ、私、うん。あ、そうだよ。見えんくてね。すごいホテルの風景に溶け込んどる。おきちゃんが聞くやつ、ほら、ここにおるよ、メンタルヘルスケアおきぽ。いや、おきちゃん、なんか相談したらすぐに、かわいそうって言ってくるけうるさいって、今私はかわいそうっていう言葉を投げてほしいんじゃないよってよく喧嘩になるんですよ。そう、悪いところよね。え、悪いんかな、悪いか、悪いよね。いや、笑わないですよ、私笑うよね。え、かわいそうはあかん。本当は私かわいそうって言われたら、なんかそうなんです、辛いんですってなるから言ってしまうんだけど、なんかでも、まえちゃんに一回、おきちゃんは人の心がないって言われて結構それを気にしてなんかよくおきちゃんは人の心がないって言って違う、本当にたまにあるんよ、人の心がないぐらいの時、な言葉をかけてくる時があって、私は多分気にしいなんじゃろうね、すごい。私は多分、おきちゃん人の心がないよ、それはだから、そっから、一回ちゃんと脳でこの言葉をかけてもいいんだろうかって考えるようになって、最近言わんくないじゃけん。でもね、最近やけんね、ちょっと私がもやっとすることが増えたんですけど、今日もなんですけど、あ、ねえねえって言ってきて、え、何って言ったら、いや、やっぱ何でもないやみたいな言ってきて、え、何気になるじゃんって言ったら、今脳で考えたんやけどね、これを言ったらいけんって思ったわみたいな感じのことを言ってくるんですよ。もうね、それを言われたらこっちはモヤモヤするんですよ、なんか、うん、え、何言おうとしたんじゃろみたいな。そう、審議、頭の中でなんか3人の自分がなんか気になる、裁判したの、これ言っていいのかみたいな。そうそうそう。でもなんかそのねえねえって言って、やっぱやめたみたいな言われたら、気になる。確かにそうよね。ねえねえってもうね、脳を通らずに、裁判を通らずにそれが出てくるね。あ、ね、もう反射的にね言っちゃう。そう、そう、そう、でも成長はできてるはずだと思うんですよ。だからあと1年2年ぐらいしたら、多分もう何なる、人権の神本当にね、気づいたんですよ、これ。人の心がないよって言われて、ちゃんと人に優しくありたいなって思って考えるようになりました。本当かよ。本当本当。おきちゃん最近明るいよね。本当？うん。私が泣いてるとこ見たことある？最近はあんまりないな。なんでだと思う？なんか寝よるところはめっちゃ見るわなんかね、睡眠をしたらね、心がリセットされる、ね、でもさ、悲しい時ってさ、寝れんくない？はあ、寝れるかもしれん。起きた時の虚しい感じもすごい。虚しい時ね。でも、なんか気分がどんよりしてる時は、何してもダメな時あるやん。ある。もうそういう時は何もしない。何もしないか。何もせずに一日過ごして、なんかふと一日の行動が。ハムスターを触るだけとかになった時に、ハムスター、
いいねやっぱ、うん、なんか動物がおるっていいね、うん、アニマルセラピーされる私ね、うん、あの励まし方ってすごい難しいなって思うんだけど、うん、なんかしんどい人、うん、しんどいなって思っとる人に向かってね、うん、でもねすごい最近思ったのがサーヤンってすごいね、うん、なんかそういうのなんだろう、あー分かるよ、なんかすごいなって思って、サーヤンって無言でね、うん、なんか触ってくる、触ってくるっていうか腰とか持ってくるの、肩とか、なんか寄り添ってくる、ね、そう寄り添ってくる、無言なんよ基本、うん、でなんか言葉とかかけるわけじゃないんだけど、うん、何かしらなんか空気で癒してくれるんよね、あー分かるよ、そうなんかさ言葉の選び方が上手よね、うん、すごい見習いたいとこ、サーヤンセラピー触ってくるっていう言い方はなんか違う、なんかこう肩とかトンってこう背中とか、そうそうすごい優しくて、うん、そうなんか私聞いたんだよね、サーヤンにその忙しい時とかの対処法みたいな、うん、なんて言っとったかな、でもあれはサーヤンだからこそ、なんか好きになる、え好きになるよあそこされた、あのそうされたら、ちょっとね大人の感なんか感じてすごい、おすごいなみたいな、サーヤンの癒し効果めちゃめちゃ感じます。私は、ん私は、おきちゃん、なんかおきちゃんは癒すってよりかは何なんか癒すっていうよりかは、うん、なんかなんていうんかな、なんか自虐もたまに挟まん、なんか私なんか来いよみたいな、そう私こうこうこうでみたいな、うん、なんか笑いながら自分のすごい自虐みたいなのをしてきて、え、そうなんかどうってことないやーみたいな感じのタイプじゃない、明るく吹っ飛ばすタイプじゃない、うん、そのお箱を自虐ギャグがあるんよね、何いや言えんけど 今度ねラジオで放送されるんよ、それ私にいつも言ってくるやつ、そういつも言ってくるやつ、でもマジやめなよ、なんかおきちゃんは本当にあの本当にもう絶対にそれ言わない方がいいよっていうような自虐をめっちゃ明るく言うんですよ、そうしかも誰にでも言うんですよ結構周りの、なんかそれ昨日メイクさん、メイクさんじゃない衣装さんにも話しちゃったよね、そうなんか電車の時間暇だったけどね、そうしかも暇でやるんですよねその自虐みたいなの、まあ私の不幸がみんなの笑い話にちょっとでもあったらまあこの不幸も報われるやん、いやそうなんかおきちゃん不幸を楽しんどるちょっとなんかね不幸をねすごいネタにして楽しむんですよ、そうでもねまいちゃんとかねあかりんさんがどんびきしとって、えやめなよみたいな、あの私らの前やったらいいけど割と初見の人にその話したらやめなよって聞かれちゃうかも、笑えるならいい、うーん笑えるっちゃ笑えるんだけどな、人によるんかもしれない、いやでもねすごい楽しそうに話す、うん楽しそうに話す、うん、死ぬ以外かすり削りよ、いやそこまで熱血ではないけど、いつか失言で身を滅ぼす、いやでもなんか私本当にね気をつけようと思う、なんでそんなに今日なんか昨日ねテレビでしとったんよ、なんかそういう人を、うん、なんかお前気をつけろよみたいな言われとってね、うん、なんか父のことなのかなと思って、うん、しかもなんかそのなんか注意されとった人が話した内容を私別になんでって思ってしまうタイプだったんよ、まあね、そう本当にちょっと気をつけると思う、難しいよねだって捉え方とかさ考え方人それぞれじゃけさ、難しいよ、反省するやん、そう人間ね反省しとかないとね、そういうとこやさそうなんです、まあご時世的にねご時世厳しくなる一方ですから、もう難しいですよね、一回頭で考えてから喋った方がいい、だから最近それがちょっと、でもおきちゃんは、うん、そのすぐとっさに言葉が出てくるのはいいところじゃと思うけどね、あそれがいいか悪いか別としてって方、いやそのなんていう、あ回転が早い本当に、
言葉を出す時の脳を通らずに出てくるから、たまにでも後悔する、枕で寝転んでる時もモヤ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 って、うんね、なんかでも MC の時は、うん、あれよ、超助けられるよ。あ、ほんと？うん、私 MC とかもう花さんも話なんか今日さ、なんかね言葉が出てこんくてね、考えよったらね、おきちゃんがすごいニコニコしながらってね、私の顔めちゃめちゃ来たじゃろ。え、嘘、いつ？昼公演の時の MC の時、クイズ、うん、あのコメント読み寄る時とか、あ、そのあったっけ、ニコ生のコメント読み寄る時に私が、おきちゃんがなんかすごい私の顔めっちゃ見て、なんか何か言ってよみたいな顔してた、してたんよ。なんか全然思ってないの。いや、私がもうごめんなって思いながら、何も言えんわみたいな、何も言えねえっていう状況だった。ちょっと考えてみる。こう出てこんないよね、とっさに。いいじゃん。そう、だからそういうところ羨ましいと思う。MC ができた方がどうとかないじゃろ、アイドルは。言わん方がいいよね。あー、失言だー。やめないよもう。ちょっと喋れば喋るほど墓穴が。失礼しました。やばいやばい、男女問題けん。あ、ほんまや、こ、なんやったっけ、それ気まずい時間って起きちゃうんだ。そうなんや、ちょっと早くやんね。あー気まずい、どうしよう。気まずくないよ。エルマールさん、イチスタさん、カドネさん、ペルさん、シンさん、おじめさん、元気さん、ソウリュさん、ザックさん、マックさん、ヒルコマさん、ササックさん、バンボイさん、コベチャさんでした。ありがとうございました。もしもいます、ココさん、ヒッキーさん、トールさん、まさきさん、福太郎さん、ごまねパパさん、きなぺこさん、ポンプさん、瀬戸内勉強長さん、ゆずきちさん、みやびさん、りょんきゅうさん、パオさん、ありがとうございます。そう、私も反省、今日反省するわ。反省会しよう、今から、うん、これからスペサポにあげるわ、うん、反省会を、うん、最近スペサポ頑張ろうと思ってるから、両者の壇上が気まずい、ごめん。なんでやねん。毎週の壇上ごめんね。なんでやねん、気まずいか、ね、気まずくないよ。落ち込むなって、落ち込んではないんだけど、今後のためにね。Oh, yes. 夜の反省会長そうだって、なんかちょっとなんかね、やらしいな。え、一言多いよ。ごめん、ごめんね。わあ、ごめん、また失言した。あじあじ、これで許されると思ってる。バイバイ。あ、12時、おはよう。おはよう。おはよう。